はい、AKB48 チーム B の久保里音でーす。はい、本日は、少女たち用の振り付けを皆さんにレクチャーしたいと思います。皆さん、頑張って一緒に踊りましょう。はい、まず、手と足をパーにします。そして、少女たち用の少女の時に、手を左から右にこう開けてあげます。少女、そして他の時に胸を叩いて、地の時に一本にして前を指します。そしてのの時に手をパーにして上に上げます。この上に上げる時に足も一緒に引いてあげます。のーです。はい、それでは次に行きます。さっきこの状態で終わっているので、この状態から始めると、続いてもうすぐ夜明けが来るっていう歌詞なんですけど、もうすぐ夜明けがの夜の時に手を上に上げます。パーのままで、もうすぐ夜明けがで来るの時に手をパン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 と4回パンパンします。もう一回やると、もうすぐ夜明けが来る、パン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 です。はい、次は少しだけ難しくなるんですけど、手を回します。こんな感じで内側から回します。この時に足も一緒につくんですけど、左右右左左右右、左となります。これを手と足を一緒にやると、夢の未来はこれから始まるとなります。で、この続きをやってしまうと、始まるの時に足を広げます。この時に手のこのこっち側を下にしてあげます、手を。夢の未来はこれから始まる。で、次は、ウォーの時に手をゲットします。ゲット。で、次の2回目と3回目のウォーの時に、右、左とリズムになります。ウォーウォー。こんな感じです。これをもう一度やってみると、夢の未来はこれから始まる、ウォーウォーウォーとなります。はい、ここまでを一回復習したいと思います。では皆さん行きますよ。せーの。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る、パンパン、夢の未来はこれから始まる、ウォーウォーウォーです。はい、そしてさっきの最初にやったことをもう一度繰り返します。少女たちよ。で、この次から変わるんですけど、何も諦めるなーの、あの時に手を上にやって、なの時にまた手をキャッチします。このキャッチする時に、さっきは真ん中だったんですけど、次はちょっと左を向きながらキャッチをします。この時に右足も左足も少し足が曲がってます。こんな感じです。はい、次に右足を踏みながら手を2回大きく回します。これを同時にやると、悲しいことなんかになります。この時に右足を右体重に乗るとすごくかっこよく見えると思います。悲しいことなんか
て吸ってての時に足を右左左右とステップします。この時に手も一緒につくんですけど、さっき2回回してこの流れで手を左から右に引きます。右左左右、こんな感じです。もう一度やってみると、悲しいことなんか滑って吸ってで手の時に手と足同時に広げます。この時に手をふわーっとこう広げてあげます。はい、そして最後です。全力での時に足を広げて手を頭の上ら辺で回します。全力で全力で走るんだの時に手を前に持ってきて、この時手はこっち向きですね。走るんだで足と手を引きます。で終わりです。上手に踊れましたか？ぜひ皆さん一緒に踊って元気になりましょう。ありがとうございました。バイバーイ。